はい、こんにちは。ライフナビゲーターの桑田和子です。今日もやっていきます。この本を読むシリーズですね。 DX の思考法、西山啓太さんのこの本を読んでの、まあ、感想とかポイントをお話ししていきたいと思います。今日はですね、第2章、抽象化の破壊力、上がってから下がるという、この第2章を読んでの感想をお話ししていきたいと思います。まあ、とにかく日本の DX デジタルトランスフォーメーションは、まあ、非常に遅れていてですね、何でしょうね、この政府の中もそうですし、まあ、もちろんすごく進んでいる会社もあると思うんですけど、全体で見た時にとても遅れていて、でこれからやっぱりここにテコ入れしていかないと本当に生き残っていける道がないんじゃないかということで、まあ、そんな中で私もいろんな本を読んでいっているんですけど、この西山さんのね、この DX の思考法というのは非常に面白くて、中小企業にもとてもたくさんのヒントがあると思うんですね。で、個人の皆さんにもこういう考え方を持って、世の中を見ていくと、あの会社はこれからいいんじゃないかとかね、株をやってらっしゃる方なんかは読んでいけるんじゃないかと思います。で、この抽象化の破壊力、第2章の抽象化の破壊力なんですが、今までの高度成長期とかに日本がすごく成長していった時に、その日本の会社を支えてきたロジックは何かというので、よく言われるのが縦割りですよね。行政も縦割り行政ってすごく言われていて、ここに横軸を指すのが新しくできるデジタル庁なんですが、実は日本の会社は横割りだったのではないかっていうのがここに書かれてるんですね。例えばですね、工場なんかで、まあ、いろんなポジションを経験していくっていうことですよね。で、ここのポジションにいた人が次の、まあ、移動でこっちのポジションになりっていう、そのいろんな工程を実際に体験していくことで、だんだんこう熟練していって、あ、ここをこう改良したらあっちのポジションがうまくいくぞっていうことが分かっていくっていうことで、だんだんこう熟練していって、まあ、それぞれの人が熟練していくんですが、これがなかなか客観的な言葉にしにくいということなんですね。で、他にも、何でしょう、最近はどうかわからないですけど、社員旅行をするとか、宴会、飲み会をするとか、そういった運動会をするとかね、そういった、一見業務とは関係ないところで、まあ、同じ釜の飯を食べるという、それによって阿吽の呼吸をお互いに身につけていくというので、こうなんか暗黙知、言語化しにくい暗黙知があって、それでまあ社内がうまく回っているっていうような、そういう実は横割りでね、横でいろんなポジションを経験していく、工場じゃなくても営業をやったりとか、こっちの勤務に行ったりとか、そういうのをこうぐるぐる回っていくことによって、全体が何でしょうね、感覚で体験で分かっていくっていうような、そういう横割りのやり方だったんではないかということが書かれていました。もう一つですね、業種という枠内で、同じ業界ですね、業種、自動車業界とか家電業界とか、そういう同じ業界の中で、そういう枠内で競争をしていってシェア争いをする。ところが今本当にその業界同士の争いじゃなくなっているわけですよね。この間なんか落合さんが何かで言ってたんですけど、例えばネットフリックスが出てきた、まあ、テレビ局はネットフリックスが出てくることによってもすごいやられてしまってるわけですが、ネットフリックスはじゃあどこをライバルとして見るかっていうと、テレビとかそういうことではなくて、フォートナイトみたいなね、すごいゲーム、すごい流行ってるゲームあるじゃないですか。そういう可処分時間ですね、余裕のある時間を何に使うのかっていうところ、その可処分時間の奪い合いになっているっていうことなんですね。だから業界の中での争いではなくて、そういうデジタル化が進んだことによってもっと違うところでやっているんだけれども、まあ、日本の会社の中では割とそのまだ内側でね、業界内でやっているっていう、そういうこう、染みついているものがあるのかなと思います。で、デジタル化をするっていうのは一体どういうことかというと、単純な仕掛けを作ると目の前にないものも含めて何でもできてしまうかもしれないっていうふうに考えるっていうことなんですね。一時は
IT 大国って言われてたわけですよね、日本は。まあ、それでアメリカからも潰されてきたわけなんですけれども、なぜこうも遅れを取ってしまっているのかっていうところで、抽象化する力が弱いっていうことなんですね。抽象化するっていうのはどういうことかというと、まあ、具体化っていうのは具象とか具体化っていうのはこう目の前のこととか、これに対してどういうふうにしていったらいいかっていうことなんですけれども、抽象化するっていうのは本質的には一体それはどういう問題なのかっていうことをこう抜き出していってですね、転用したりとか、前田さんがね言ってますよね、メモの魔力で抽象化して転用していく。抽象化することによって他に応用が効く、汎用性が出るとか、標準化できるっていうことですよね。で、日本が得意なのはやっぱり目の前のお客さんの声を聞いてそこに対応していく。で、より専門的により磨き込んでいくっていう、そういう質を上げていく方ですよね。4つのポジショニングでいうと TS 化していくっていうところがまあ得意なのかもしれないんですが、この抽象化することに抽象化することによって汎用性が増えると量が取れるんですよね。ものすごくこっちでも使える、あっちでも使えるっていうので、まあ、ビジコンの話とかなんかいろいろインテルの話とかもこう具体的に例として上がってるんですが、まあ、よかったら読んでみてください。で、デジタル化の前にグローバル化というのがあって、グローバル化はデジタル化の練習のようなものだったというふうに書かれていました。で、グローバル化するとですね、まあ、日本の中では通用するけどあっちの国では通用しないとか、まあ、それをいちいちですね、じゃあタイではどういうふうにしたらいいんだとか、でフランスに対してはこういうふうにしようとかっていうのを、まあ、個別対応をずっとやっていくと、もうすごい量が増えて、量というか種類が増えてしまいますよね。それよりも、どこの国にも通用するものを使まずベースとして作って、で、あとはちょっとカスタマイズしていくっていうような、オプションとしてつけていくっていうようなやり方っていうのが、まあ、グローバル化するときに必要だったことで、ギリギリの標準化をするっていうふうにここには書かれていました。で、言語とか文化とかそういう地域事情にとらわれないようなものということなんですよね。で、私これ読んでいてちょっと思ったのが、昔言語の研究をいろいろやっていて、多言語っていうのでいろんな言語をやってたんですけど、その中でね、数式、数学の数式も一つの言語だっていうのがあって、数式って言語なのって思ったんですけど、数式ってどこの国の人でも同じに意味を取れるじゃないですか。非常に抽象化されていて、もちろん発音はその国独自の読み方をするんですけど、書かれているものはその国の言語とか関係なく読めてしまう一つの言語だっていうことですね。で、まあ、プログラミングの言語もそういうことなのかなというふうに思いました。はい。で、あと暗黙知と形式知という話が出てきて、暗黙知ってさっき言ったような、まあ、阿吽の呼吸というか言語化できないけれども、狭いコミュニティの中で共有できるものなんですよね。で、形式知っていうのは形にマニュアル化されているというか、まあ、言語化できていて、それがあれば広い範囲で共有できるっていうことで、まあ、これができていないから、会社の中とか役所の中とかでも、他の人ができないっていうことが起こってきたりとかしてるんですが、まあ、これからどんどんデジタル化が進む中で、誰が見ても分かるようなやり方に、まあ、していくっていうことが必要になってきます。はい。で、デジタル化によって汎用的なアプローチで解ける物事の範囲がどんどん拡大しているんですね。で、課題自体が単純化されているわけではなくて、課題はね、もうすごい多様なんですよね。で、多様なままなんだけれども、デジタルの技術とか AI を使うことによって、その多様な課題が汎用的なプロセス、やり方で捉えて解決できるようになってきています。で、これ読んでいて、まあ、ちょっと私がいろいろ思い出したのは、去年ね、とアメリカから日本に帰国された小島富人さんっていう先生がいらっしゃるんですけど、経済学の先生なんですが、マッチング理論、ゲーム理論とかね、去年だったかな、去年か一昨年にノーベル賞を取ったオークション理論、電波オークションとかのね、オークション理論のその、まあ、先生たちと一緒に研究をされていた方なんですが、今東京大学のマーケットデザインセンターのセンター長をされていて、マッチング理論のこととかをいろいろ
やってらっしゃるんですが、その方が書いてらっしゃるものとかインタビューを読んでいる中で、そのマッチング理論を使うとどういうふうにどんな物事が解決できるかっていうとね、例えば保育所なかなか入れない、都会とかもすごい待機児童が多くて入れないけれども、その理論を使うことによって待機児童の数をぐんと減らすことができるとか、研修医制度ってありますけど、研修医がすごく偏在していて、ここでは足りないけどここに人気が集まってるっていうのをこううまくマッチングさせるとか、あと腎臓移植のドナー交換システムだとか、企業内の人事配置、企業の中でやっぱこうどういう希望があるのか、上が勝手にね、人事が勝手に決めるんじゃなくって、その、なんでしょうね、社員さんの希望を聞きながら、なるべくこう希望に沿った、そしてまあ、会社にとってもやっぱりどの人をどこに配置するかってすごく重要なので、その辺の両方の意見をうまく合わせていって配置するとか、あと今だったらワクチンの配布なんかにもすごくこのマッチング理論っていうのを使うと、そういうプログラムを使うと、最適なところにうまい、なんていうか、必要な量をこう配っていけるっていうようなことなんですね。で、今挙げた課題ってものすごくこういろいろなんですけれども、そのマッチングっていうことを、使って AI を使うことによって、すごくいろんな課題が同じものをこうアレンジすることによって使えていくということで、多様な課題を汎用的なアプローチで、捉えてやっていけるっていうのは非常にこう希望が持てる、これからの世界に希望が持てるなというふうに思いました。で、この先ほどちょっと出た電波オークションの話なんですけれども、電波帯っていうのがありますよね。テレビとか、携帯電話とか、無線とかいろんな電波帯があるんですけど、その電波帯をより有効に使うために、そのこのオークション理論を使って電波の振り分けをするっていうのは、先進国はどこもやってるんですが、日本だけがやっていないんですね。電波オークション、ぜひぜひ電波オークションを取り入れていただきたいなと個人的には思っております。はい、それでは今日はこれで終わります。